水田駅は、香川県高松市東山崎町にある高松、琴平電気鉄道長尾線の駅。高松琴平電気鉄道では2つしかない高架駅で、ある。駅番号は、N07。水田線を持つ偉人にちなんで命名されたという。かつて平成初期までは、朝のラッシュ自動駅始発の河原町行のボリー列車も、運行されていた。1日の平均乗降人員は、 以下の通りである。高架化された、水田駅急駅敷地 LED 発射標1994年3月30日、当駅の南に、国道11号高松東バイパスが開通し、当駅西前田間に東バイパスとの、暫定踏切が設置された。また当駅の西にも香川県道10号高松町尾、大内線バイパスが開通し、当駅元山合いにも踏切が設置された。 特に後者の場合、踏切の存在とその影響でバイパスの内この付近だけが暫定に車線だったため前後区間で一部激しい渋滞が発生していた。それら高架化の際、両踏切に挟まれ、さらに踏切から距離のなかった当駅も含めた高架化工事が行われることになった。当駅付近の工事は1998年6月に着工。 高架橋自体は2000年度までに大部分が完成したが、河原町方の高架取付部分では、地権者の反対とこと限の経営破綻のため、工事が全く進捗しない時期が続いた。しかし2006年に土地収容手続きが開始され、ようやく事業が動き始める。そして着工から9年余り経った2007年10月7日、高架化が完了。それに伴い、当駅は、 高架駅となった。高架化したホームには、ことでんでは4駅目となる LED 発射表が設置された。ありがとうございます。